黒田茂徳は、大日本帝国陸軍の軍人、陸軍中将、太平洋戦争時のフィリピン方面軍司令官、戦後永久戦犯容疑者として逮捕された。福岡県柳川市の福岡県立中学、伝習館を卒業し、1909年、陸軍主管学校を卒、同年12月不評勝位、1913年、不評注意となる。 1916年、陸軍大学校を卒業し、不評第47、連隊中隊長となる。1917年から1918年にかけて、シベリア出兵に従軍し、退位となる。1922年、イギリス駐在。1923年、不評少佐となり、翌年帰国。1928年3月、不評第57、連隊大隊長となり、 不評中佐となる。1932年、不評大佐、不評第59連隊長となる。1935年、インド駐在部官、1937年、少々となり帰国。1938年、第4独立守備隊司令官となり、1939年、中将第26師団長となる。1941年、 太平洋戦争開戦当時は、東京にある陸軍の教育総監部の本部長をしていた。1942年7月、シンガポール陥落の後、南方軍の総参謀長、幕僚長となり、1943年5月19日、第14軍司令官となる。東条秀樹が約束していた、フィリピンの独立準備を行う。有力者の協力のもと、 フィリピンの憲法を作り、ホセラウレルを大統領にし、日本による軍政を表向き撤廃し、同年10月14日、独立させる。1944年7月、改編昇格した第14方面軍司令官となるが、9月21日、マニラ市とその周辺ルソン島が、初めて米軍機による空襲を受け、9月26日付で、罷免される。 同年10月に帰国し、12月、予備役編入。1945年9月、A 級戦犯容疑者として逮捕され、横浜刑務所に収監されたが、1947年10月、フィリピン共和国に連行され、司令官時代のフィリピンにおける部下の残虐行為の罪を問われ、1949年7月、B 級戦犯として、 マニラ軍事裁判で終身刑の判決を受けた。1951年10月23日、エルピディオキリの大統領の特赦をもらいかり釈放され、翌52年2月、帰国した。ありがとうございます。